どうも皆様ごきげんよう、おかめです。それでは遊戯王デュエルモンスターズレガシーオブザドゥエルスを続きをプレイしていきましょう。申し訳ない、命を食いし血統者魂デュエリスト魂かな、デュエリストソウルっていうのかな実はですね、まあちょっと収録の方向性を変えようと思ってプレイヤーデッキじゃなくてストーリーデッキで戦おうとしたんですけども、まあこっぴどくやれまして、まあ、勝ったとしても相当時間かかってしまったということで、そちらの動画はちょっとボツにしまして、まあ、素直にプレイヤーデッキで戦わせていただこうと思った次第であります。はい、バリアン世界の神ドンサウザンドがベクターの前に現れたと。まあ復讐に燃えてるわけですね。俺はこのままじゃ終わらねえと。伝説が本当ならこの先にバリアの神ドン・サウザンドの眠る場所があると。命はくれてやる。だからこの俺に力をと。ドン・サウザンドはお口があるのね。命を差し出す者よ。何時の望みは何だと。俺はどうなっても、どうしてもぶっ倒していい奴がいると。復讐心めっちゃ燃えてるじゃん。つくも言う。7枚のナンバーズ、封印のナンバーズを探さないと。もうそんなん、ドン・サウザンドに頼らなくても7枚のナンバーズで揃えたら力を手に入れられるやつじゃないですかね。さすれば我が力は復活する。ああ、ドン・サウザンドの力自体がない感じですか。力を渇望しすぎでしょ、ベクター。アストラルの力が目覚めようとしている。数千年前、バリアの世界の神、ドン・サウザンドがアストラルとの戦いによって闇に封印された。アストラルってそんなに強い人なの？人っていうか、強いバリアンだ。俺はとっておきの情報を手に入れたと。奴らの世界にはまだ見つかっていない強力なナンバーズが7枚ある。それを見つけて俺たちの力にするのさ。ドラゴンボールかな？それに奴らの世界に行けば捕まえるかもしれない。ナッシュの手がかかる。ナッシュって誰や？あー、なるほど。なんか、四天王的な存在の7人がいたんですね。ナッシュとメラグは突然この世界から姿を消したと。なるほど。いや、ミザイルはもうちょっと言葉を発したらいいんじゃないかな。相変わらずご都合主義ですね。ナンバーズがある遺跡に全部示されてるんですか。めっちゃ便利な飛行船ですこと。一行は1枚目の封印のナンバーズを探しにスパルタンシティへ向かった。そこでかつての仲間と出会ったと。審査員のあれか。ああ、プロデュエリスト。子供たちに希望の星を見せてやるというディエルを通して。アリトは一足先に封印のナンバーズへたどり着いていた。アリト、デュエリストとしてつくもユーマと戦いたいって言ってたやつか。無事だったんだね。同じ感想。ん？洗脳かい。よし、じゃあプレイヤーデッキでいきましょう。ブルーアイズプラスやるとまたね。もうプライズデッキはもう遊びすぎだ。もうちょっとこういろんなデッキ確かに使いたい気はするんだよね。個人的にね、使えるのはね、アンティークギアとアロマガーデンとそれぐらいかアロマガーデンとアンティークギア使いたいんだけどね。なんか揃えにくい。いかんせんこのカードゲーム非常にカードを集めるのに手間がかかりすぎる。収録外でどれだけプレイしないといけないんだっていう感じがするんだよね。エクシーズとかシンクロとかもできるようにならないと厳しいですね、こっから先の戦いは。はい、終了です。ありがとうございました。さてでは再戦です。デッキは変わっておりません。いけるでしょうかって感じではあるんですが、ダメですね。はい、じゃあ久々のブルーアイズデッキでございますと。
なんかいろいろとしてますね。またとりあえずドラゴン目覚めの旋律を使ってカウスフォームを1枚墓地にやってカウスマックスドラゴンとブルーアイズを手札に。どうしようかな。とりあえずまあ儀式召喚はしておきましょうか。カウスフォームを使ってカウスマックスドラゴンをブルーアイズを生贄に捧げて儀式召喚。ブルーアイズ出しとく？いや、アサルトバイバーンがいるからな。アサルトバイバーン出しておこう。で、ドラゴン目覚めの旋律をもう一回使って、銀竜の合法を捨てましょう。で、ブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンと、ブルーアイズホワイトドラゴン。を手札に。 OK ですね。でオルタナティブホワイトドラゴンを特殊召喚してよし、こっからじゃあ攻撃していきましょう。じゃあまず確実に倒せると分かっているこのクリボルトからではサルトバイバーの攻撃をして、はい、効果発動して墓地にあるブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚で、防御貫通、しかも2倍でダメージを与える、カオスマックスドラゴンで、はい、守備モンスターを攻撃と。はい。7600。おっと、また出してきたね。はい、終了と。やっぱブライズデッキ強いんだよな。はい、OK です。しっかりしろと。ね。まあ洗脳が解けたわけですね。バリアンとやり合ってるんならなんで言わねえんだと。そうか。そこをおとなしく食い下がるんだ。まあいいでしょう。で、海底からのいざないですね。ユーマたちが次の場所に向かうと飛行船は海の真ん中で止まったと。2枚目ですかね。リオは突然催眠にかかったように海へと飛び込んだ。シャークもすぐその後を追ったと。シャークも完全に主人公サイドについちゃったね。最初ただのいじめっ子だったのに。海の底のさらに底ってどういうことなの？マントル。シャーク、ユーマ、アストラルは巨大な迷宮で離れ離れになってしまった。やがてシャークはリオを見つけたと。ポセイドンなんたらとかだったっけ。アビス。はーい。妹のことになるとブチ切れちゃうんだな、お兄ちゃん。おっと、じゃんけんは負けてしまったよ。こっち高校か。高校だともう2ターン目で終わってしまう可能性ありますよ。次のターンどうなるかな。ゴルゴニックゴーレムってそれ岩石族なの。
自分フィールド上のすべてのマーメイルと名の付いたモンスターのレベルを1つ上げる。おお、なるほど。エクシーズしやすくなるね。しやすくなるっていうか、あの強力なエクシーズモンスターを出しやすくなりますね。ちょっとね、じゃあ、あのそこに伏せられてる魔法トラップカードが目障りなんで、はい、除外させていただきましょうか。はい、OK です。サイクロンか、よかった。お、ドラゴン目覚めの旋律か。じゃあカオスフォームを1枚、いや違うな、これだな。 OK、どうしようかな。こうするか。で、カオスフォームを発動して、ああ、効果は発動しないよ。で、はい、カオスマックスドラゴンを召喚と。 OK です。どうしようかな。銀流の方法を素直に使いますか。で、ブルーアイズを特殊召喚。OK です。で、これでフィールドがまあまあある程度揃ったから、全員で攻撃を仕掛けましょうか。まあまず守備モンスターでね。OK。終わりきりはしなかったね。まあ次なんかね、フィールドのモンスター全員やられちゃうような魔法カードとか発動されると困るんで、カオスフォームはまだ使わないで取っておきましょう。攻撃力ゼロになっとる。闇の護風剣、ああわお。表示形式を変更できないのか。カオスフォーム使いましょう。どうせ攻撃力ゼロになってんでしょ多分、まあ、そういうわけじゃないんだ。まあまあでも、うん、表示あの形式を変更できないっていうだけだから、攻撃できないっていうわけじゃないはずだから、はい、これシベモンスターを攻撃突破。はい、7800。はい、終了です。ありがとうございました。もう激おこぷんぷん丸じゃん。そなたの記憶を呼び覚ますという命令。会釈記憶喪失なの。え、我の使命は2人の記憶を呼び覚ましバリアンとして覚醒させること。え、何、リオとシャークはバリアンなの。どういうことなの。シャークバリアンだったの。俺もう原作のアニメ全然知らないからさ、何とも言えないけどもさ。どうします、あともう一回やります。もう一回やりましょうか。もうどうせブルーアイズらし、どうせブルーアイズらしって。ああ、お前なんかずっと前にいたね。ナンバー96。まだそんなことやってるのかい君は。噛みつくことが趣味なのかな。お、こちらに高校を渡していいのかい。ジャイアントウイルス。手札に存在する場合に発動できる。このカードとレベル4以下の悪魔族モンスターを手札から特殊召喚。このカードを発動された自分の中上召喚できないと。まあ、とりあえずホワイトベンシェントかな。イニシエのルール発動してシルキ霊竜を攻撃表示で特殊召喚。
で伏せられている魔法カードトラップカードを破壊と。待って待って今は使わん。 OK でエンシェントオブホワイト、これも出しておこうかな。エンシェントオブ、違う、ホワイトオブエンシェントでシンクロ、はい、ブルーアイズスピリットドラゴンね。グレース、いいね。こいつはちょっと邪魔だから伏せとこうか。青き目のイコね、そんなにね使う機会ってないんだよね、まあ、あったらちょっと安心は安心なんだけどね。じゃあバトルフェイス、まあ、ちゃっちゃと攻撃して破壊しておきましょう。 OK です。で500ダメージこっちを受けて、で攻撃表示で出さないのかい、出さないのかい。効果発動しておきましょう。こいつをリリースして別のシンクロモンスター、まあ、双眼の銀竜ですね、これを守備表示で特殊召喚と。でこれでこのターンは終了だね。でホワイトオブエンシェントが墓地に送られているので効果を発動させて、どうしようかな。白き霊竜は今は出さないでおこうかな。相手の魔法やトラップを除外できる貴重なカードだからね。せめて何か伏せられてる時に出したよね。ほう、ジムフィルジョイ、マリス・ボラス・スプーン以外のマリボラスと名前の付いたモンスターが召喚、特殊召喚された時、自分の墓地から悪魔族レベル2モンスターを1体選択して特殊召喚できると。クロクロクロか、このカードもなんか見たことあるな。わお、エクシーズ3体のエクシーズは強そう。ブラックミスト来ましたね。このカードが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時に一度このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて発動できる。その相手モンスターの攻撃力を半分し、このカードの攻撃力をその数値分、アップする。うん、怖いね。で今はまだやめておこうかな。お、発動したね、発動しましたね。はい、じゃあ青き目の意向を使おうか。はい、これで君はもう攻撃できませんよ。はい、はい、OK です。ありがとうございました。でもって双眼の銀竜の効果を発動しましょう。はい、発動しない、発動しない。OK です。で、これ攻撃表示にすること忘れないでと。OK。はい、じゃあ攻撃するよ。相手モンスターと戦闘を行う際、攻撃宣言時に一度このカードのエクシーズ素材一つに。こっちの攻撃宣言時にも使えるのか。しくったな、しくりましたね。まあいいでしょう。じゃあちょっとほっときましょう。どうせ向こうからは攻撃してこれね。発動しません。今はまだ耐え忍ぶとき。あ、でもバトルフェーズに移行して伏せられているカードに関しては破壊してもいいか。はい、 OK です。
トレードインか。一応使っちゃうか。はい、カースマックス墓地に送って。お、来たね、カースフォーム。カースフォームを使って、ここはね、手札の白きレイリを池に捧げましょう。フィールドに出てるブルーアイズはまだ使わない。で、ブルーアイズカオスマックスドラゴンで攻撃したときに、このカードは相手の効果の対象にならず、相手の効果では破壊されないとか言ってるけど、効果の対象にされない。攻撃力半分にならないかもしれないけど、こいつの攻撃力半分上昇されて4850とかになったら怖いので、バトルフェーズ移行して、ブルーアイズで攻撃。発動しないんかい。あー、ちょっとまずいな。じゃあいいや、ブルーアイズカオスマックスドラゴンで。そうだね、効果を発動しなくても倒せる攻撃力だったもんね。でもこれで終わっちゃったよ。はい、貴様が勝ったというならこの俺をその体の中に受け止めてみろ。なんで？お前もお前の仲間も全て。どういうことなの？どういうこと？ここは我が王宮バリアン世界を滑る者のみが入れる神聖な場所。そんな神聖な場所に、なんか、シンゲスだったっけ？なんかコメントで来てたんだよな。なんかどっかで見たことのある顔だなと思ったら、ネット上で有名なシンゲスさんだったんですね。アスラは96を吸収することができなかったと。故に奴らの力が我のところへ戻ってきたと。はい、 OK です。じゃあまあ今回はここまでにしておきましょうか。ちょっとね、最初のうちはみっともないバトルを見せてしまって申し訳ない。やっぱデッキね、もっと充実化させないといけないよね。でもね、カード集めるのめちゃくちゃ時間かかるんだよね。それだけで下手すると1日終わっちゃうぐらいの勢いだから、とまあまあまあ言い訳だけしておきます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。